私、兄様のこと信じています。気づいていましたか、さゆきのこと。さゆきも兄様のことが好きです。私と同じように昔からずっと、何年間もずっと兄様だけを見つめているんです。だから、私、兄様のことは信じていますけれど、でも、ああいうところを見せられると、私も少し不安になるんです。さゆきは余計な気苦労をしていない分、素直でまっすぐな明るい子です。私はそれが羨ましくてしょうがありませんでした。渡したくない。兄様、さゆきにも他の誰にも。兄様、では早速飲みますか。
ええ、とっても美味しいですよ。兄様も今度お飲みになってはいかがですか？でも、一つしか買ってませんけど。じゃなくて、その関節キスに。兄様？もう、兄様の…兄様、好きです。でも、明日も学園が…うちの方が近いですし…でも…やっぱり…
怖いの。ここにいると今にもさゆきが帰ってきそうで。私本当は自分が怖いの。もう離れられないんです、兄様。お願い、瑞希を抱きしめて。神戸や屋島は暖かかったのに、ここはまだまだ寒いですね。見られると困るのですか。見ません。私も着替えますから、こちらを見ないでくださいね。
でも、いずれは私たちのことをお話しするのでしょう。こんな時間に。昨日お邪魔した時に兄様のお部屋に忘れ物をしたんです。今日の授業でどうしても入り用だったので。それなら電話で頼めばよろしいのに。授業に入る前に、どうしても美咲先生に質問しておきたいところがあったものですから。まあ、勉強熱心ね。うちのさゆきにも見習わせたいわ。上手なんですよ。よかったわね。気をつけて。では、失礼します。私も。
と思いますけど。これも私が日頃から培っている信用の賜物ですね。もしかしたら悪い遊びを覚えたり、または何やら大きな事件にでも巻き込まれているのではないかと、もう心配で心配で。本当に妹はこのようなことをするような子じゃなかったんですよ。それなのにどうして。なんだかげっそりとやつれてらしたわね。目も真っ赤で泣いてた跡も見受けられるし、一睡もしてないんじゃないかしら。まあ勉強熱心ね。うちのさゆきにも見習わせたいわ。よかったわね。
翔ちゃん、学園が終わった後ちょっと時間もらえないかしら。話がしたいの。ええ、二人で。綾小路先生や瑞希には内緒にしておいてほしい。何時頃だったらいい？では3時半。駅前の花神楽ってサテンご存知かしら？では3時半に花神楽で。ごめんなさいね、急に呼び出してしまって。単刀直入に言うわね。翔ちゃん、今朝、あなた瑞希と一緒だったそうね。さゆきちゃんのお母さんからすべて聞いたわ。そして瑞希が家を出た土曜から月曜にかけて、あなたも山吹にいなかったことも。これ見てもらえる？これ、今朝香川の神社関係者から送られてきたものなの。先日瑞希にそっくりな女の子を見かけて、それを写真に撮ったからと送ってくださってね。もっともその写真を撮った人は、何しろ平日の昼間だし、瑞希がそんなところにいるはずないと思っていたから、他人の空似だと思っていたようだけど。その時瑞希は180センチくらいの背の高い男の人と一緒だったそうよ。
これってあなたじゃないの？なんならあなたの写真でも先方に見せて確認。瑞希は末娘の三女として、姉や私などと比べても自由に育てられたと思うわ。それが姉が亡くなり、急に宇佐の跡目を継ぐことになって、あの子を取り巻く環境が一変して、厳しい家系で何かと出来の良かった姉と比較され、辛い思いもたくさんしたでしょうけど、それでもあの子は弱音の一つも吐かず頑張ってきたの。見かけによらず、それだけの強い意志と行動力のある子なのよね。それが突然、ここ数日皆に黙って勝手に外泊したり、嘘をつくようになった。月読みの巫女としての大切な儀式さえすっぽかす始末。どうして急にそういうことをするようになってしまったのか、ずっと考えていたのだけど、これで何もかも合点がいったわ。翔ちゃんが帰ってきてからなのよ、あの子がおかしくなってしまったの。あの子とは姉妹だからね、ずっと一緒に育ってきたのよ。あの子のあなたを見る目が、単なる幼馴染や師弟関係のそれでないのはすぐに分かったわ。そしてあなたも違う。あの子のことは諦めて、翔ちゃん。確かにあの子は姉の死により突然月読みの巫女になった。あの子の立場がそのままならば、月読みの巫女に縁のない末の娘のままならば、あの子の初恋も叶えられたでしょう。だけど翔ちゃん、もう状況は違うのよ。
知らないわけじゃないでしょ。もうあの子の体はあの子だけのものじゃなくなったの。小月姉さんが抜けた穴はおそらくあなたが考えているよりもずっと大きなものよ。水木が月読の巫女となってから内部外部問わずいろいろ言われてね。それでも3年間みんなで手を携えて協力して助け合い頑張ってきたわ。その甲斐あって皆さんからもようやく信用を得られるようになって、それを今あの子一人のわがままで放り出して崩してしまうわけにはいかないのよ。あの子にとっても私たちにとっても今が一番大切な時期なの。これまでは美咲さんとも家族同様の付き合いをさせていただいたから多めに見てきたけど、実習が終わったらもう美月とは金輪際会わないでちょうだい。この件に関してはこれ以上私も翔ちゃんのことをかばい続けることはできない。いきなりじゃないの。瑞希が二十歳になるまでに次代の月読の巫女の候補になる娘が一族にいない場合、その時はあの子が一族の中から夫を迎えなければなりません。瑞希は本当にもうかつての比較的自由だった宇佐家三女という立場ではいられないの。
言葉を慎みなさい。間違ってもあの子にはそんなことを言わないでちょうだい。あなたの言葉はあの子のこれまでの頑張りを否定するもの、強いて言えばあの子の存在を否定するものなのよ。今の言葉は聞かなかったことにしておくわ。話はそれだけよ。辛いでしょうけど、あの子のことは忘れて。お願い。